前回の動画で秘伝についてっていう、秘伝についてっていうか、こう秘伝ってこうなってた動画ありましたよね。その部分私がやられたんですけども、いやお前だから痛いんじゃないのかっていう意見もあると思うんですよね。なので私じゃなくて他の人がどんな痛がりをするかっていうのをお見せしたいなと思って、先生またお願いしてよろしいでしょうか。あ、いいですよ。なんてそんなに難しくはないんですよね。ただその痛みがね、もう激烈なんですよね。激烈ですね。だから秘伝にもなってるんですけど、はい、なんていうの、やられる人がかわいそうだからね、はい、いつも手加減してるのね、はい、本気でやっちゃうとね、もう誰だろう、脳がパニックを起こすからね、はい、そこで撮影中止にもなっちゃいます、はい、そうそう、まあそれがまあ秘伝のすごいところであるわけね、はい、それをですね、私は前回散々な目にあったので、はい、また宇塚さん来てもらって、はい、よろしくお願いします。あ、はい、私はまあそれを辛そうにしてるのを見て楽しみます。なるほど。そんなにね、まあ大統領の秘伝ですけど、そんなにね難しいことをやってるわけじゃないですよ。相手がねこう掴みに来るのね、まあ、握手しようかじゃ。もう握手よね。かわいそう。反撃の方じゃないからね。激烈に痛いです。それができるし、うん。そうそう、どういうふうになって使えるからね。なんていうかね、そんなになんていうか難しいことをやってるわけじゃないのね。ただ裏の大統領だから、はい、ね、表技じゃないっていうことですね。こう掴みに行く。ね、こう踏み込みに。ああっと、これでも加減してるんだからね。なんか嘘だろうと思うかもしれないけど、ものすごく手加減してる。これね。はい。カメラマンさん。カメラマンさんやられたことありますか。ちょっと体験してみたらどうですか。映さないです。顔は映さないので。ああ、かわいそうだからね。じゃあ、私が。あ、もう一回。別にね、どういう形でも使えるんですね。それが秘伝のすごいところです。ね、なんていうかね、裏の大統領っていうのはそういうもんですから。ね、こっちから行ってもね。ああ、かっすごくカメラマンさんが嬉しそうだね。本当にニコニコしてる。まさか、まさかカメラマンさんにこう、うん、ドッキリでやってもらおうかなと思ってたんですけど。うん、いやもう痛さを知ってるから絶対拒否で。代わりにやられましたけど、いや、うん、もう反撃しようとかね、そういうあれじゃないよね、はい、脳がパニックに入るから、はい、いきなりこういう技を使われるとね、はい、うん、特に舐めてるとね、舐め腐ってるこっちに来るとね、はい、もうその瞬間にね、脳の中で火花が飛ぶようなものだからね、うん、まだ分かってるからいいよ、うん、そうそう、まだ来るぞって思ってちょっと用心して愛してるでしょ、はい、でも、なんていうの、そういう予備知識なしにね、この技をかけられるとね、はい、本当に一瞬何が起こったのかと思ってね、パニック状態になりますね、はい、うん、まあそういう感じです、はい、よかったですね、また体験できて、はい、もうこの辺でちょっと終わりにそうですね、ありがとうございました、ありがとうございました、痛かったですね。